はい、リンゴくんです。もう何の説明もしませんよ、リンゴくんに関しては。終わったんじゃないの？リンゴくん元気？終わったんじゃないの？僕は君のことを忘れてないよ。え、何？今日そういうあのちょっとホラーチックな回なら弟子は帰りたいけど大丈夫？僕は君のことを忘れてないよみたいな感じ。やだ。どんだけホラー嫌いやね。嫌いですよ。マジか。グロえグロ、ただのグロとかはええの？はい。幽霊系が嫌なんやろ？嫌いです。ゾンビとかは？あ、ゾンビも、まあ、ギリギリセーフ。あ、そうなんや。うん、まあいいわ。なんかここで映画の話に行こうかなと思ったけど、うん、逸脱しすぎるんでやめますけどね、うん、まあそういうリンゴくん君のことは忘れてないよ動画です。またさ、やっぱりこの大津さんしばらく静かにしてたみたいなんやけど、リンゴくん、うんうんうん、リンゴくんで通じりますよね、うちのねリスナーには。もう分からん人はもういろいろ遡ってください。もうリンゴくんの話は、俺とリンゴくんの因縁に関しては他の動画を探して知ってください。ですね、そのリンゴくんがちょっと静かにしてたみたいなんやけど、なんで静かにしてたかよくわからないんですけどね。なんでやろな、なんか静かにしてたよねリンゴくん、うん、でさ、それがさ、さすがに今回の大津さんがさ、報酬もらってないけどもらってる、もらってないけどもらってる問題が巻き起こったやんか。うん、もらってないって言ってんのに、報酬もらってませんって言ってたのに、うん、もらってた。これだから俺とか弟子もさ、こんな大事になると思ってなかったよね、ネタで取り上げた時、うんうん、軽い、うん、そうん、なんかもらってないって言ってたんやけどもらってたんやなっていうだけの話か思ったけど、結構世間の目はそこに厳しかったみたいで、結構でかくなったよね話が。でそれに関して擁護したかったやろな、リンゴくんは大津様のことを。でその擁護したかったけど、グナナナナってなってグナナナナってなってたやろな、リンゴくんは。なんか擁護したいよって言いたかったやろけどさ、擁護したくてしたくてしたくてたまらんかったやろな。でもなんか、でも擁護できる材料がないとか思っててグナナってなってたと思うね多分。擁護できる材料がないないって多分。だからさ、あのもらってませんって言ってたのに、もらってたっていうのは大津さん自身が認めてしまったことやからな、うん、でももう本人が認めたんやから、その擁護のしようがないっちゃないやんけ、うん、何も擁護したくてもさ、でグナナナナって大津さんのことを擁護したいけど擁護できない、どうしようどうしようと思ってた時に救世主が現れたんや、リンゴくんにとってのよ。それが福永弁護士や、うん、で福永弁護士がその大津さんがもらってないけどもらってる問題について動画を出したいな、うん、それこれ画像が出てるんですけど、うん、これは要約したんやろね、りんごくんが。だからりんごくんの要約を使わせてもらおうかな。これ別にいいよね、これ福永先生が言ったことをりんごくんが要約しただけなんで、別にりんごくんに著作権はないからな。あるとしても、まあ最悪あるとしても福永先生に著作権があるんやからね。リンゴくんはただなんか文字起こししただけやからね、言っとくけどね。もともとまあ福永先生の発言やから、発言を文字起こしか、それに関しては著作権はどうなるのかわからないけど、まあ別にそれに関して福永先生がちょっと八角部屋さん、僕の発言を文字起こしたものを使われると困りますと言われたら、まあそれなりに消したりしますけど、リンゴくんに言われる筋合いはないからね、言ってるけど、これに関して著作権がどうのこうの、ね、そこだけははっきりしとこうな、な、言っとくぞ、な、この件、この文字起こしに関してもええからしつこいな、ないからね、著作権はね。福永先生にあるんやからね、これに関しては。で、多分福永先生はそんなことで文句言ってこないっていう、まあ俺の、まあ観測、希望的観測ですけど、それを持ってやりますからね。文句言われる筋合いがあるのは福永先生だけですからね。はい、行きます。破産手続き開始の申し立ては今年の1月、開始決定出たのが3月なので、大津さんに対する役員報酬の支払いがされたのが去年の4月だが、3月以降分のものを11月に払ったと言っている。そうすると支払い不能も停止も破産手続き開始も申し立ても決定もどれも来る前の弁済になるので、それが仮に偏破弁済であったとしても、それを否認するというのはかなり難しい。管財人もそこまでは求めない。
よかったね、リンゴくん。だから問題がないんやって、福永先生曰く。大津さんが報酬受け取ったことについては問題がないんやって。よかったね、だから、だから何？師匠？はい。だからさ、うん、そこじゃないんですよね。そう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 。俺が福永先生の福永弁護士の動画も見たんやけどね、もちろん、うん、あの福永弁護士は分かってんのか分かってないのか知らんねんけど、うん、ただその現象だけは見て言ってた。法律的な問題があるかどうかの話しかしてないのよ、うん、そのいわゆるもらってないって言ってたのにもらったことに関しては何にも触れてなかったわ。ただそのもらったこと自体に問題があるかどうかの話をして、まあ問題がないんじゃないですかっていう話だし、うんうん、だからそれはさ、俺も弟子もさ分かってし、うん、多くの人が分かってることで、うん、そこじゃないんだよねっていう話をしてた、うん、あくまあそのあくまでも法律的な問題だけの話で、法律的には問題ありませんねっていう話を、うん、そこあえてその言ったらさ、もらってませんって言ってんのにもらってるって言ってたことはさ、うん、倫理的な話やん、法的な話だけど、なんかもらってるってもらってない言ってんのにもらってるってどうなんよっていう話なわけやんか、うん、でそれでさ、うん、支持してた人も一部の、うんうん、支持してた人も怒り出すっていうことが、そこは完全に抜きにして言ってたからね、福永弁護士は、うん、だからちょっとずれてんのよね。でもさ、やっぱりこのリンゴくんはさ、なあ、うん、擁護したいからさ、福永弁護士がこう言ってるから大丈夫なんだよって言ってるんやけどさ、でそれにもちろんさ、ツッコミが入るわけ、うんうん、いや問題は受け取ることじゃなく受け取ってないと言ったことですよ、まさにこれやねんな。でそれはさ、言い違います、立ち話は大津さんが報酬を受け取っていたことを引用して、こいつはやっぱり犯罪者と投稿しており、受け取ったことを犯罪として扱っています、これは福永弁護士と意見が違います。え、だからお前もそ、え、結局立花さんがそのだからこのことについて立花さんがやっぱり大津は犯罪者って言ってたやんか、うん、え、そこだけのことを言ってんのお前りんごくんよ。だったらそれは損でいいけどさ、え、結局立花さんが犯罪者呼ばわりしたことに対しての反論がしたかっただけなの？だったら別にいいよ、うん、それはそうなのかもねっていう感じだけどさ、でも世間的には全然擁護したことになってないんやけど、え、結局何がしたいの、あなた、あなたはリンゴくんよ、うん、っていう話なんやけど、うん、っていうだけの話なんや。結局立花さんの犯罪者ばわりを問題にしたかったらそれでいいけど、そんな狭い話でいいのかって思うんやけど、結局あれやろ、なんか何をどう擁護していいかわからへんくなってんやろ君。リンゴくんさ、ほんでな、うん、本題はこっからやね、うん、何言うてくれへんねん、今からってこっからって言わへんの。もう慣れた、慣れたんかい、うん、もう9分経ってますけど、うん、時間もちゃんと知ってます。こっから もうこっからもう慣れたんか、うん、こっからの本題です。もう師匠の前置きが長いのは慣れた、慣れた。、うん、前置きなんですよここまでの話は実は、うん、あのほんで言い合いが始まってね、言い違います、立花さんが犯罪者と同行をして犯罪としてなんか そのことを言ってさ、いいえ違いません、どこが違うんですかとか言い合いが始まってな、うん、でこんなこと言いやがって最終的に、まだ何も言ってないでしょうが、欲しがられたから。なんて言ったんですか、なんて言ったかっていうとな、はい、まあ聞いてくれや。あれはあくまでも斉藤さんに本当のことを言いたくなかったわけです。彼は国会議員としても三流出し党の中でもお飾り的な立場に過ぎません。まして勝手に内輪のミーティングをネットに公開するような無秩序な行動を取る相手に重要なお金の話をバンバン話すなんて軽率なことはしません。あれあれ、大津さん擁護したい気持ちはまあ分かるしさ、それでまあその数少ないよりど心のよりどころとして福永先生の、うん、まあ、大津さんのが報酬受け取ったことは問題なかった発言を唯一の心のよりどころにしてさ、擁護したかったのは分からんでもないんだけどさ、何ですかこれは。弟子も引いてますけど、どこ、弟子はどこに引きましたかこれ。え、全部、2行目以降全部ですよ。全部やな。
斉藤さんのことを言ってんだけどさ、国会、彼は国会議員としても三流だし、党の中でもお飾り的な立場に過ぎません。これちょっとバカにしてますよね。おいおい、斉藤さん舐めてんのかお前。ちょっと大津さんを擁護したい気持ちまでは俺は尊重しよう思ったけどさ、俺言ったよね、多分届いてると思うねんけど俺が言ったこと、これからはさ、ここにも書かれてんねんけどさ、平山さ亮さんっていう人が言ってんねんけど、国会議員としては三流やって、それ、まあそこは、ここは飛ばすわ。大津さんを担いで毎度毎度擁護するためにクソほど炎上し、時には謝罪までしとる。お前は何流や、己みたいな、ただ、まあここはええわ。大津さんを擁護するためにクソほど炎上し、時には謝罪までしてるって俺も聞いたよ、何回も。今までにそんなことを何回も繰り返してるって聞いて、俺にも謝罪してくれたけどさ、なんかさ、いや、このリンゴくんは、今までもやらかしては謝罪し、やらかしては謝罪しを繰り返してるって聞いたからさ、ってなんか結局俺に対する謝罪も軽いもんやったんかなと思ってた時に、だから、まあちょっと保留にするけど、もう俺のことはもうそうやし、他の人のこともバカにしたね、なんかそうやって、誹謗中傷するようなことすんなって言ったよね、俺。届いてなかったんですか？あれですか？まあ、それは分かってないんやけど、なんか血が昇んの頭に。大津さんのことになると、頭に血が昇ってなんか言ってしまうの？つい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 。で、ついついなんか大津さんのことバカにされたら頭に血が昇って、人の動画を勝手に使って、変な動画作って、YouTube に上げてしまうの？あなたは。ねえ。以上です。はーい。